ロバート・コールドウェルウッド。ロバート・コールドウェルウッドはアメリカ合衆国の政治学者。マサチューセッツ工科大学で政治学の教授を務め、アメリカ合衆国住宅都市開発長官、マサチューセッツ湾交通局局長、マサチューセッツ大学学長を歴任した。1923年9月16日、ロバート・コールドウェルウッドは、ミズーリ州セントルイスにおいて誕生した。父親は、トマス・フランク、母親は、メアリー・ブラッドショーであった。ウッドは1941年に、プリンストン大学に入学し、小学生として学んだ。第二次世界大戦中の1943年から1946年までは、学業を中断し、アメリカ陸軍に従軍した。第二次世界大戦において、ウッドはバルジの戦いに参加した。ウッドはブロンズスターメダルを授与され、軍曹に昇進した。ウッドは1946年にプリンストン大学を最優等で卒業した。ウッドはハーバード大学に進学し、1948年に公共政策学の修士号を、1949年に行政学の修士号を、1951年に行政学の博士号を取得した。またウッドは大学院在籍中の1951年、フロリダ州立邦工作局で副局長を務めた。博士号取得後は連邦予算局職員に採用された。ウッドは都市問題の専門家として1954年まで勤務した。ウッドは1954年にハーバード大学で行政学の講師となり、1955年に准教授に昇任した。ウッドは1957年にハーバード大学へ移り、政治学の准教授となった。ウッドは1965年に政治学部の学部長となった。ウッドは1966年までハーバード大学で准教授を務めた。1961年、ウッドは経済開発委員会の委員となった。1964年、ウッドはリンドン・ジョンソン大統領による都市問題特別部会で議長となった。ウッドは住宅都市開発省の創設のために働き、また貧困地域に対する連邦資源の割り当て計画を策定した。1966年に住宅都市開発省が創設されると、ウッドはロバート・ウィーバー長官の指名により、住宅都市開発次官に起用された。ウッドは1966年のモデル都市法制定、及びその後のモデル都市事業の実施に関与し、都市中心部の物理的、住宅経済的な改善を試みた。また、住宅市場における人種問題に対処するため、1968年の公正住宅法制定にも関与した。1968年12月にウィーバー長官が辞任すると、リンドン・ジョンソン大統領は、翌1969年1月にウッドを公認長官として9回任命した。ただし、ジョンソン大統領の任期満了が目前であったため、ウッドが実際に長官職を務めたのは、政権末の2週間弱だけであった。住宅都市長官退任後、ウッドは、マサチューセッツ工科大学に復帰した。ウッドは政治学の教授となり、加えて MIT ハーバード大学共同都市研究所所長にも就任した。またウッドは1969年から1970年までマサチューセッツ湾交通局局長も務めた。ウッドは1970年から1977年までマサチューセッツ大学学長を務めた。ウッドはウースターのマサチューセッツ大学医療センターやボストン校キャンパスの拡張を行った。またウッドはボストン校キャンパスの隣にジョン・ F ・ケネディ図書館を誘致させる主要な役割を担った。ウッドは1978年から1980年までボストン学区の学区長を務めた。1981年、ウッドはマサチューセッツ大学で教職を退き、研究職に専念することにした。ウッドは1986年にアメリカ人工頭脳学会からウィーナーメダルを贈られた。2005年4月1日、ウッドはマサチューセッツ州ボストンの自宅において死去した。死因は胃がんであった。ウッドの主要な書籍として以下のものが挙げられる。ありがとうございます。